お世話になります。ひとりでございます。半年以上前に13万円で402個中古ロムを買う動画を出しましたが、以前の動画のダイヤモンドのようにパールも未だ開封できていませんでした。ダイヤモンドの開封では映画配布系のポケモンとかをゲットできなかったのも手伝い、開封への思いが高まりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回はパールの中古ロムを10個開封し、レアなポケモンがいるか検証していきたいと思います。はい、じゃあ1本目参りましょう。絶対に来ると信じればね、来るはずだから一発目で来てほしい。頼む、ウェルカムトゥーザ、うえマジか、やりよるな最初からだよ。なんで一発目で、しかもこの画面の色違うんだね、パールとダイヤモンドで。知らなかったわ。パールはこの画面の背景が紫っていうかさ、そんな感じになってるけど、ダイヤモンド青だったね。まあそんなのどうでもいいんだけど。もう2本目もつかねえよ。ひどいな。いっぱいフキフキした後なんだけどね。オッケーオッケー、ついたぞ。いくぞ。まあ、さっきのはウォーミングアップですから、ここでちゃんと来てくれるはずでしょう。おー、いいよいいよ。直政さん、いいよ。151時間で8個で294匹ということで、なかなかもうすでにいいですね。やっぱさっき準備体操したからでしょうね。はいはいはい、いいよ。あ、ちょっと待って、交換してる、交換してる、怖い。マジか、もう送っちゃったパティーンですね。完全にそうだと思う。まあまず手持ちから見ていきましょうか。多分そうだと思うんだけど。おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。いきなり相当いいぞ。悪くない悪くない。でもさっきなんかコイキング交換したって書いてあったから、やっぱいいやつ送っちゃったんだろうね、コイキングと交換して。まあとりあえず、でもこいつらもいいけどね。とりあえずレックザ見てみよっか。おお、色違い、いきなり来た。なんでこんなさ、まあ改造かはわからないですよまだね。ただ私のこの引き率かなり悪くないっすね、正直。自分で言うのもなんですけど、取れ高率結構ね、意外と当たって、あー、これダメですよね。チャンピオンロードで会うってないよね多分、普通に。まあいいけど、これで、おー、ラティオスも色違い。なんでこれ。すごいな、ラティオス色違い流行ってんのか。前回のやつでも、ダイヤモンドのやつでも出てきたぞ。これは別に226番水道はもうないよね多分、これ普通に。すごいね。はい、これでもう動画化は少なくともさせていただきますね。で次パルキアで、バシャーモとコイキングと、まあ、こいつらはまあ普通のやつだね。まあとりあえず中身見ていきましょう。おお、え、これ色違い、いきなり。あ、色違いだ。これすごいな。210番道路で会うこともないよね。でももういきなりおかしい。うわ、全部色違い。やば、こいつ色違いだよね。うわ、色違いだ。208番道路か。やば、今回もいきなりこんな、ほとんど色違い、半分以上色違いか。うわ、すごいな。えげつない。いきなりなんかさ、前回とほぼ同じようなさ、やつに出会ったぞ。前回もほとんど一緒の色違いたくさん入ったやつ。でも全部ではなかったな、それも。そんな感じのやつありましたから。あ、シェイミだ。いましたね、おなじみシェイミ。お、え、プレシャスボールで映画館じゃん。映画館シェイミ、これ本物じゃね。地味に超レアじゃね。おー、これはやばいわ。これちょっと全部改造かと思ってたけど、これガチじゃね。これはめちゃめちゃいいじゃん。 しかもちゃんとクラシックリボンついてるし。え、これ地味にもう最高にレアいよね。これはありがたいわ、めちゃめちゃ。うわ、やっぱ改造ポケモンが多そうだからちょっと舐めてかかっちゃいけないですね。え、これめちゃめちゃ当たりじゃね。まあ、トレ高的になんかこいつが出てきたってピンとこない感じしますけどね、皆さんにとっては。シェイミがちょっと当たり前すぎて、もう正規ポケモン的すぎて、まあチャーレムとかも色違いだけど、もう当たり前のようにもう過ぎていっちゃいますね、もういすぎて色違いが。でも本当にこういう色違い持ってる人多いんすね、やっぱり昔のポケモンやってる人は。本当に改造が流行ってましたから、昔なんか。うわ、またジラーチもいるぞ。うわ、プレシャスボールじゃん。またで、親 NZ、 これ多分怪しいな。あ、どうやらですね、今調べてみましたら、この NZ ジラーチですけど、 Wi-Fi プレゼントで当時ですね、任天堂 Wi-Fi コネクションとかで、不思議な贈り物で受け取れたみたいですね。期間はなんと2009年6月19日から2009年7月17日と1ヶ月しか配布されてないやつらしいっすね。でプレシャスボールなんでちゃんと合ってるし、でそれであとはクラシックリボンですね、これがあれば。あ、ちゃんと Wi-Fi プレゼントでってなってますね。やば、
地味、これめちゃめちゃレアじゃね。でクラシックリボンちゃんとついてる、正規臭い、正規臭がプンプンするわ、やば。なんならさっきの正規シェイミよりレアなんじゃない、多分確率的には。で親 ID も06199、あ合ってるわやっぱで神引きでしょこれやば、 あれちょっと待って待って、ここセレビもいるし、えちょっと待って、アゲト親アゲトって私全く聞いたことなかったですけど、どうやらこれ今調べてみましたらポケモンコロシアム拡張ディスクで入手できるセレビみたいですね。なのでまあそこそこレアいっていう感じです。ただなんかゲットの仕方がポケモンコロシアムでリライブしたダークポケモンの数だけルビーサファイアに送ることが可能だが、ソフト1本につき1匹しか送れないということで、まあそれほどレアではないってことかな一応。まあとはいえちゃんとこういうポケモンもね手に入れてるっていうことはありますから、まあ普通にグッドでしょう。で他ケイシー、クレセリア、あシェイミだ、またいたね。あーこいつは違うか、花の楽園だから、まあわかんないからね。これもオーキドの手紙で、捕まえたやつを送ってきたパターンありますからね。ただオーキドの手紙は確か、ダイパでは出ないらしいので、プラチナで捕まえて送ってくるしか手段がないっていう感じなんで、確率としてはかなり低いけどね。でここで、ムックル、レジギガス来ました。これ天井村だったらめっちゃレアですよ、映画配布のやつですからね。来い、おー来た、よっしゃよっしゃ、これはめちゃめちゃ欲しかったやつマジでこの日の改造もやってるっぽいけど、クソレアが、クソほどのレアがいるちゃんとね映画であったってなってるし、マジで、やばいでしょ、こういう人いるんだね本当に。マジでもう通りすがりみたいになっちゃってるよ、もうレジギガスの天井村のやつもめちゃめちゃ欲しかったのに、こんな感じでもう流れ作業のような感じでゲットした。うわアルセウス来た、映画館さん来い頼む、うわーこれ映画館欲しいな、マジ映画館アルセウスあれば神都遺跡さんの2回目もできますからね、それやりたいんですよ。うわこれリシコのほとりですから、もう完全にアウト。ただこれ期待できますね相当。デオキシス、これはちゃんとしたやつかな、はい、ナオマサさんで、これは怪しいと、まあ、このあたりはもうそんなに期待してはいないから普通にさ色違いを当たり前のようにね売買していくっていう。マナフィー来ましたね、226番水道で出会ったって、普通のポケモンみたいな感じで出会えるんですかね、ちょっと無理でしょうね。なんでこんなリングマファンかこの方は。でデオキシス、デオキシスもねもう量産されてますね。待って待って、またこのパターンのアルセウス、なんかこれ前回のやつでも全く同じタイプのアルセウスいたような気がする。しかも色違いでちゃんと。ダメっすねこれは。213番豪華ザルデオキシスなんでギラティナ、あダークライだ、ダークライも映画館さん来たらワンチャンいいよ。わあ無理か。まあそれ以外についてはこれは229番は絶対ありえないからね、新月島しかありえないでしょうから。でヒードラント、いやちょっと待って待って待って、これからだぞ。来ないパターン、待って、こんだけいて映画館アルセウスいない、マジか。いやー天井村レジギガスとかいたのに、それはちょっと欲しかったなマジで。もうかなりここらで当てておかないとちょっといけないパターンだったんですが、映画館アルセウスとかの、あとダークライかなのあたりはいないと、やったらなんかチコリータの色違いいるなたくさん。ここは最大にさ可能性があったとこなんですけどね。うわこのあたりもまあ普通のポケモンか普通色違い、なんかこういう好きなの、平野にすごい好きなんだ。うわ土人も好きらしいですね、なかなか。うわくそー、いないか、マジか、いやーこれ悔しいな。でちょっとバックも見てみましょうか。うわーすごい、バックすごかったわマジかだからあの映画館さんとかのやつはあのポケモンバンクで送ってみて、それで本物か、多分そこで弾かれたら多分改造ってことでしょうね。まあでもいいでしょう、興奮したから。いやーつかないのあるねやっぱり。オケオケ来た、あ2本もつかなかったいきなりもう興奮しすぎて、こんな運がいいことないぞ。はい来てくれよ、頼むよ、今回も来て。おいナルト、やっぱそうっすね、小学生の方とかはナルト好きですからね。私も大好きでした小学生の頃は。これ期待できますよ、なので。おい、あーちょっと待って、ボックスの前にいるってことは整理したってことですからね、ちょっと怖いよ。まず手持ち、うわやべ、やられたやられた完全に持ってかれた。この下の画面でさまだつぼみが動いてるから怪しいと思ったけど
これシュールすぎでしょ。いやー全部送られちゃったね。これは完全にナルトさんはやっぱり初めナルトの名前で始めたけど、やっぱ大人になってからちゃんとね送ったってことですね。別の剣盾とかに。うわこんだけ期待できたのにな、めちゃくちゃ。うわマジか、結構厳しいな。よっしゃいいよ、着いたよ。すぐこの流れのまま行きましょう。おお発光きた。いやすごいぞ。まあプレイ時間時代的にはそこまでではないけど、バッチ発光が3回連続続くってのはなかなか珍しいっすね。その王の花畑から、あー謎の場所、謎の場所いやちょっとそりゃないわ。いや初めてですねこれは。いやもう抜けれねえか完全に。いろんなあだ名つけてるね。ハガデールハガネールみたいな感じで、結構うまい名前ですね。カオビッパそりゃカオビッパでしょ。くなんだこれ、あロッチ祭り、ちょっとよくわかんないな。ミュウヤよくわかんないけど、ほとんど何もないわ。うわ技マシンすら一個もない。え何これ、逆に技マシン全部使い切るってむずくねえか。ちょっと穴抜けの紐すらないんでね、抜ける手段ないっすね。さすがに空飛ぶとかもワンチャンあるんだけど、覚えるポケモンがいないしね。あでもそうだ、謎の場所入っても多分あれだよね、遅れるよね。はいブラックでシフトファクトリーでやれば多分見れますよね。だからこれでワンチャンありえるよ。謎の場所入ってもうこれで諦めてボックスのポケモンを送らなかったっていうパターンもありますからね。ってことはまだボックスの中にいいポケモン残ってる説ありますよ。あーダメっぽいっすね内容こんな感じで全然良くなさそうっすね。あーマジか、ちょっとこれ DS はちょっとねほとんどいいやつ入ってないっすね。OK 来たぞ。即付き系はしっかりやってるからすぐつくっていうことですかね。つまりめっちゃいいポケモンがいるっていう可能性が高いということだと思います。うわー、うん、N っていう名前ですからね。ちょっとブラックホワイト意識してるんでしょうかわかんないけど、プレイ時間32時間で8個ですからちょっと望みは薄いかな。まあいいけどね。でもバッチ発光はうわもうやっぱりみんなこっから出てくんな、交換してみんなだから送っちゃってやるパターン多いんだ。でもやっぱり即付きソフトはバッチ発光説これあると思います。おでも結構いるぞ。あーでもあれか、あんまり必要ないやつだけあるっていう感じかな。いやーでもダメか、やっぱりダメ。うわー全部空だ。一応手持ち見てみましょうか。手持ち、あー一応パルキアいる、パルキアいるからまあいいでしょう。もうパルキアじゃ何にも感じない体になってきましたね。3個もつかないやつがあるっていう。オッケー、3個のうち1個ついた。はい来るよ来るよ来い。おぼっちぼっち。あでもなんだろう、ポケモン図鑑136匹ケースが多いっすね。さっきもそうじゃなかったっけ。おここは初めてだね、このパティーンは。まず手持ちから見ていきましょうか。はいはい。おおおおお、なんだこのパーティーは。あー定番ポケモン登場。オッケー来た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 、ようやく来た。疲れた、ようやく着いたと。もうこれもあとちょっとこのソフトを動かしたら消えちゃうぐらいな不安定さですが。あーおー、いやこの下の画面これにしてるパターンあんま見たことないわお、あー手持ちが割と定番じゃねえな序盤でクロバット持ってんだゴースト。みんな交換で進化する系みたいな、交換で進化するケーパーかこれもしかして。はいボックス見てみると、あーやっぱこれはねさすがにねしょうがないよこれは。来い、もうすでに何回も磨ってねんだけど。オッケー着いた着いた着いた、すげえ時間かかんなつけるだけで。でもすげえ頑張れば一応なんとか何回も何回も磨けばつくんすね。それもなんかそれではそれでウケるけど、絶対に来い来い。あーマジか。まあ一応見てみましょうか。あーボックスはどうだ。あーおっし来た、いや来るはずだよ。ウェルカムトゥーパール来いよ。おお来た来た、パールだ。主人公の名前パールで、しかもプレイ時間310時間で持ってるバッチ8個の図鑑321匹 100% いいぞこれ。あボックスを使った、うわこれはもうダメだな。いやー怖いな。一応まずポケモンから見ていきましょう。はい手持ち、うわベロリンがいっぱいこれもしかしてあの次買った人を驚かそうとしたパターンですかね。ベロリンがだらけ。赤べこ、赤べこさん、ボックス見てみよう、頼む来てくれ。あーでも抜けてる、あ多分本当にいいやつだけ抜いちゃっ
たくせえな。そんな匂いがプン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 しますね。マジか、本当に色違いも全然いないっすね。いや、ちゃんとすげえしっかりやってる、不可厳選もやってる感じの人なんですけど、やっぱいいポケモン、そういう人はね、やっぱポケモンマニアですから、他の子にちゃんと持ってっちゃってんでしょうね。まあ当然なんですけど、それ逆に残してる方がおかしいんだけど。おお、いるじゃんいるじゃんいるじゃん、ちゃんとクレセリアもいるし、ワカシャもニューラ行くし、エムリットもちゃんといるし、ムチュール、なんでこいついんの。おジラーチじゃん。いるじゃん。なんでこいつも当たり前のようにいるしね。ちょっと待って、これジラーチ、何ジラーチだ。うわ、 NZ ジラーチっすね。これもしかも持ち物もちゃんとチーラの実、これ多分配布された時のまんまの持ち物ですから。で ID もちゃんと06199で合ってますから、 Wi-Fi プレゼントのやつでね。うわマジか、これ超短期間のやつで、なぜか流星群覚えてるし、なんでやねんっていう話なんですけど、多分覚えてないんですよね。でしかもちゃんとクラシックリボンで、リボン付きだから、しかもプレシャスボールでちゃんとね、これ正規臭いし、なんでいんの、意外といるよなこいつ。じゃあ他のもいいんじゃね、ワンちゃん。おお、いる臭い、いる臭い、いる臭いか、いやいないか。いやーなんかすげえ惜しいとこまで行ったんだけど、いやーお気に入りのとこにアルセウスとかもいないんだ。もうなんかジラーチで喜べてないこと時点でちょっと傲慢になってきてますけどね、私自身。中古ローム開封は性格を悪くする。ラスト1個つかねえんだよ。オッケーオッケー、ようやくついたよ。さっきジラーチ来たってことは願いが叶うってことだから絶対来るはず。お、いいんじゃない、ヒデカズさん。プレイ時間225時間、持っているバッジ8個、ポケモン図鑑340匹。てか今回とにかくさ、持っているバッジ発行率が高いんで、もうそれだけで OK でしょ。そんないいやついなくても、まあいるし、絶対信じろ。うわまたボックス使ってるよこれ。いやーもう絶対持ってったじゃんこれ。いやー惜しかったなこれも。ポケモン見ていこう。おいいじゃんいいじゃん、デオキシスいるし。いや普通に良かった、ゴリゴリにいいわ。親サトシのデオキシス、これは別に普通のやつから、本園地方から持ってきたやつだから普通のやつっすねこれは。でルギア、ルギアも普通の、親サトシ、なんでサトシなの、本園地方からやってきたから正規っぽいね。サトシそんな好きなんだ、すごい。 DR が大台、大台の色違いじゃん、しかも普通にいいじゃんこのソフト、もうこの時点でめちゃめちゃいいし、しかも正規臭いし、本園地方からちゃんとやってきた、正規くせえ。アレックさんもいるねちゃんとね。うわこれいいね、子供の頃よく覚えさせたような技ですねこれ、懐かしいね。まあ、中見てってそれで判断するしかない。ボックス来い、でもいいやつ来ると思う、来いよ来いよ。アルセウス、アルセウス結構普通のノーマルタイプですよね。ノーマルじゃないけどノーマルタイプです。うわいた、ダメダメって書いてあるのこれこれ非正規ってことか。新月島で合ってるけど、多分ダメって書いてあるってことはちゃんとメンバーズカードで手に入れてないってことですね。というかこの人ヒデカズさんはメンバーズカード持ってなかったんで、もうその時点であれっすねこいつは、謎の場所経由ですね。配布受け取ってないかな、結構真面目にやってるパターンの。お、いいじゃん、ライコーサトシさん。あ、前やってたのが応援長がサトシさんっていう名前でやってたんだ。多分子供がおそらくやってたようなやつだったら多分ね配布とか受け取ってそうで。お、いいじゃんいいじゃんいいよ。ギラティナ来たよ、とりあえずギラティナちゃん来て、それであと、お、ミュウじゃん、ミュウいいね、ミュウ。中身なんだろう、何パターンかな、佐藤、佐藤ミュウはどうなんだろう。いやでもこれちょっとどうなんかな、若干怪しいかな。宝円地方のやつは古びた改造のやつしかないですよね。ですからこれだけじゃね改造かわかんないかなこいつは。まあでもミュウってねもう実際結構手に入るしね、なんなら珍しくヒードランいて、あラティオスいいんじゃん、ラティオスはどこさん、あ本園地方から、あやっぱこれ結構がっつりやってたんだ、サトシですから多分本園地方のあの多分この方のやつでしょうね。すごいね。わセレビー、セレビーもなんかもうセレビーじゃもう一切嬉しくもないっていう感じになってきましたね。親チャコさんということで本園地方からやってきた。マナフィー、フィー、あ違うフィオネか、フィオネも当たり前のようにいると。まあ別にいらないんだけどね喜んでるけどもうもはやいらない領域に入ってきてるっていう。いやちょっと待った、配布系いないか、強いやつら、強いやつらだけど全然強くねえぞここにいるやつら。レベルがそんなそもそも高くないけど、ザコザコの欄にちょっとユクシいるよ、かわいそう。メタグロスもいるし、いやアルセウスいないか。レアカラー、レアカラー、おいいじゃん、グラードン、グラ、このチャコさんっていうさ親のやつがもうガチってる方なんでしょうね。で綺麗花、いやこれ普通にいいぞ、綺麗花でしょ。カイリキーもいる、レジロックもいる、クロバットもめちゃめちゃいいじゃんすか。ルンパッパ、
フェリッパーという結構メンツ的に地味だけど、地味なやつこそ嬉しいからね普通に。いやこれありがたいよ、めちゃめちゃ。正規色違いたくさんあるパターンはあんまないですからね。しかもこんだけの数だったら結構リアルですから。あれちょっと待った、えこのギャロップ色落ちじゃん。このチャコさんっていうのがやばい人なんだろうな、ガチってる人なんだろうなマジで。いやーマジか、そこまでやってるけどアルセウスはやっぱいないんだ。まあ色違いは嬉しいけど、結局実用性あんのアルセウスだけだからな。あとは鑑賞用みたいになっちゃうんですよね結局。まあでも感謝しようということで、検証結果、レアなやつは割といるでした。以前のダイヤモンドの開封動画では面白いデータはあるもののマットに使えそうなやつは少なかったですが、今回テイムラ、レジギガスやジラーチなどかなり珍しくそれなりの信頼性の高いやつがいたので割といるもんなんだなと感心しましたね。特に正規のシェイミは幻の中ではかなり古いポケモンなのに、ミュウとかと違って配布された回数も少なく入手は困難なポケモンですから、めちゃくちゃ嬉しかったですね。ただダイパリメイクではシェイミのフォルムチェンジするアイテムであるグラシデアの花をくれるキャラが PV に登場していて、ほぼ確実に実装っぽいので今更正規を入手してもほぼ無駄なんですけどね。撮影時は超喜んでたけど冷静になってみればチェ意味ないのか。テロリストに